13位甲府が15位の松本を迎え撃つという試合となりました。まずは前半33分の甲府です。リンスが高い位置で奪ってバホスのシュートでした。決定機でしたね。はい、ボールバックからの速い攻めでバホス選手がシュートまで持っていきましたけれども、トリンス選手がボールを奪ってでいいタイミングでバホス選手にパス、そしてニアを狙ったシュートだったんですけれども、森田選手が左足1本で防いだシーンでしたね。そうですね。そして続いて前半の40分松本です。こちらのゴールシーン、もうセルジーノ選手がうまくフリーになって、でそこでセカンドボールを拾って、はい、ここで岩崎のクロスから拾ってシュート、はい、思い切り右足を振り抜いた結果、相手ディフェンダーに当たってそのまま吸い込まれるというゴールでした。今シーズン4点目のゴール。そして後半のゴール、こちら52分です。コーナーキックからの形でした。前田選手がニアで反らしてファーサイドで合わせてというシーンですけれども、これ最後まで5番の久保田選手、最後まで体をでコースを切ってるんですよね。はい、続いて55分、甲府の攻撃のシーンです。29番のバホスがフリーで受けてのシーン、左足迷わず振り抜いていきました。中にカットインしてからの左足のシュート、はい、まあ、調子側の良さが伺えるようなシーンでしたよね。3試合連続ゴールかというのも期待だったんですが、はい、今日はゴールはなりませんでした。そして69分です。こちらもバウスのシュート。そうですね、これ胸トラップしていいトラップしてね、デリム選手からイボルが来て、トラップしてシュート、うん、最後シュートが少し浮いてしまいました ね、ジャストミートしてなかったのが惜しかったなというシーンでした。そしてアディショナルタイム、そしてこのシーンは堀米選手のヘディングシュートでしたけれども、このは素晴らしい攻撃でしたけれども、はい、森田選手がよく防いだシーンでしたね。そうでしたね。